脊髄路とは、大脳皮質の運動やから脊髄を経て、骨格筋に至る軸索の伝道炉のこと。衰退炉とも言う。皮質脊髄路を構成するのは、ほとんどが運動ニューロンの軸索である。塩髄までは1本の束になっているが、脊髄では、外側皮質脊髄路と全皮質脊髄路の2本に分かれている。この伝道炉の走行を知ることで、 なぜ基本的に体の右半身が左脳に、また左半身が右脳に支配されているのかが理解できる。大脳皮質から脳幹までの原動路である皮質架路も、口述のように延髄の衰退を通らないが、衰退路の一つと考えられている。皮質架路は、脊髄ではなく脳幹にある脳神経の運動神経核に、大脳からの信号を伝達しており、機能は、 皮質脊髄炉と同じだからである。皮質脊髄炉を構成するニューロンは大脳皮質にある水体細胞である。しかし水体炉の名称はこの細胞に由来するのではない。水体細胞は大脳皮質と海ウ馬ウに普遍的に存在し、その軸作は皮質脊髄炉以外を走行するものがほとんどである。水体炉の名称は塩髄部を通る際に 皮質脊髄色の軸索が形成する構造がピラミッド状であることに由来している。皮質脊髄色は主に皮質運動野の大部位層にある衰体細胞に起死する。皮質脊髄色の運動ニューロンの細胞体は上述のように皮質運動野に存在する。このニューロンの軸索が脳幹を通って脊髄まで走行しており、この全体は上位運動ニューロンと呼ばれる。 交差とシナプス皮質運動屋にある水体細胞の細胞体から伸びた長い軸索の一部は主に反対側の脳幹、端、円髄へも向かっている。しかし大部分の神経繊維はそのまま脊髄まで伸びている。そのうちどの経路を通った軸索も全角で次のニューロンとシナプスを形成し交代する。この全角ニューロンは皮質脊髄色の二次ニューロンとみなされるものの、 通常は、皮質脊髄路と言わない。大脳から出た運動ニューロンの走行皮質脊髄路の運動ニューロンは、中心前回の一時運動矢だけでなく、運動前の及び一時感覚矢などからも起死し、方線管を形成しながら、徐々に集合して、内方後ろ足を形成し、大脳規定角を貫通する。そこから中脳に入って、大脳足を形成し、 塩髄では、部複側表面に、中上の流気となって見える。この水体を形成することから、水体炉という別名が付けられている。水体交差の後、神経セニーは、主として、脊髄の外側皮質脊髄炉を下行する。塩髄で交差しなかったセニーは、全皮質脊髄炉を下行し、そのほとんどが脊髄で、海運動ニューロンと連絡する直前に、体側へと交差する。 脊髄の全角で上位運動ニューロンの軸索は海運動ニューロンに接続する。ほとんどの場合海在ニューロンを介しているが、直接海運動ニューロンとシナプスを形成するニューロンもある。脳幹では海運動ニューロンの細胞体は脳神経の運動核に存在し、その軸索は脳神経の一部として脳幹から抹消へと出ている。脊水の場合は全角にあるレクセドの 第9層に細胞体があり、そこから脊髄前縫を通って末梢へと出ていく。これらの軸索は、随筋の運動を支配している。皮質脊髄路の障害は、衰退路兆候と呼ばれる独特の証候を示す。衰退路障害は、脳卒中抗遺症などで、ごく一般的に見られる障害であり、また筋縮性側索効果症などの神経変性疾患でも現れる。 皮質脊髄路とは別に、不随意的な運動コントロールを行う電動路が存在する。この電動路の機能は、随意運動を支持し、姿勢制御や筋緊張などを補っている。個々の感覚電動路については、以下の項目を参照。皮質脊髄路の存在や発達具合は、動物種によって大きく異なる。魚類である、ゼブラフィッシュには、皮質脊水路が存在しない。 奇質脊水色は哺乳類で登場し、霊長類でよく発達している。ありがとうございます。